ありがとうございます。優勝したことが嬉しいっていうよりは、自分がここでやりたかったことっていうのができたので、それが嬉しいなっていうふうに感じています。ルッツ転倒ありましたけど、よしこれでやっていこうと、決心できたというか、決め心の中でそういう決断ができた試合でした。やっぱり今回も僅差だったと思うんですけど、そういう少しの差っていうのが順位の違いだったりになってくると思うので、もちろん自分より下位の選手に大差をつけて勝つっていうのももちろん大切っていうか、そういう選手が強い選手だとは思うんですけれども、そういった僅差の戦いになってきた時に勝てるようになりたいなっていうふうにすごい思っています。もうめちゃめちゃ力になります。最初はこれ本当に集中できるのかなと思って、ショートの時もそうですけど、フリーは特に手を叩いてから先生にコールされたら手叩いていきなさいよって言って、あ、先生それ許すんだとか思ってたのが正直なところなんですけれども、実際やってみてすごく試合自体を楽しむことができたので、こういう試合も経験すると、そうじゃない試合でもその楽しむ試合の作り方だったりとかができるのかなと思って、いい経験になったなっていうふうに思ってます。今回思ったより自分ダメかもしれないですけど、チームでっていうよりもその自分のやりたいことをやるっていうのが念頭にあったので、でもその優勝することによってチームの順位に貢献できたことは嬉しく思います。もう全部楽しんでやりたいなっていうふうに思います。最近本当に練習も楽しいので、やっぱり楽しむことが大事だと思いますし、やっぱ何でも楽しい方がいいと思うのでそうやってできたらいいなっていうふうに思います。